そう、たまたま今35周年なんです、加藤健一事務所が、で何かこうちょっと冒険したいというか、背伸びをしてみたいというか、まあ、普段と変わったものをやってみたいというか、記念に残るものをね。でシェイクスピアがいいかなと思って、37本全部読んでみたんですけども、また何度も読んでるんですけどもね。でこの作品だけがなんか、ストンって落ちたというか、体を通ったというか、他のものはまだちょっと私には難しそうで、37本何度も読んでるんですけども、私は今回初めてこの作品だけが、あ、これはできそうかなって思ったもんですからね。でじゃあこの機会に35周年でやってみようかなと、まあ経験でしょうね。まあもう、45年ぐらい芝居やってますから、そのいろんな経験と自分が年齢を重ねたっていうこともあるんでしょうね。それでこの作品だけが、あ、これできそうかなっていう感じがしたっていう。それ今まではなんかシェイクスピアのセリフってこう女性を褒めるのに装飾いろいろして半ページぐらい使うもんですから、何々って美の女神も彼女には進化として使えみたいなことを延々言うもんですから、言ってるうちに気持ちが離れちゃうんですよね。そんなに人間言うかなってなって、やっぱり現代にしかやってないから、そういう言葉を使っていくと気持ちがついていかなくって、でも今回もうこの年になってやってみたら、この作品は大丈夫だったということですね。なかなか3姫やらせていただける機会がないので、本当に世界初かもしれないですね。ありがたいですと思いながら、でもやっぱり姫なので大変難しく、まだ苦闘中ですが、悪悪い姫と、いい姫、プリクリーズのお嫁さんとその娘ですけれども、まあ、3つのキャラクターを変えるのも大変ですし、先ほど加藤さんがおっしゃったみたいに、こう装飾がある難しいこう文から相手役のそのセリフをちゃんと普通のお芝居みたいに聞くのが大変で、いつも大山さんに怒られてる。本当にその普通のお芝居みたいに人の呼吸をこうもらったりとか、自分もその中で喋ったりするのがすごく大変で、なんかまあそれ心の中にこういろんな人間が住んでいるので、それがまあやっぱり自分の経験なくから、自分のこういう部分とか、だからいろんなお姫さんですけど、しのぶさんも朝起きた時は A のお姫様で、昼間は B で、夜は C でっていろんなお姫様が持ってると思うんです。それか夜が当然悪い日よくなってきて、ご本人の持つそういうご経験だったり感情というものをこう、そうですかね、それでやっぱりそれは相手役の、まあ、ある時は加藤健一さんだったりするわけですけど、その場でこう出てくるお客さん次第で変わるっていうか、お客さんっていうのは、ね、それはとりあえず相手役のことだったりするんでしょうけど、その場の空気でもって役割変わっていくようなところがあるんじゃないかと思うんですよ。だからその場の空気みたいなことをまあ何ていうか方向づけするぐらいのことはやりますけど、指導とかなんとかっていうんじゃなくて、雰囲気ムードみたいな、そうですね、なんか夜のムードとか人のムードとか朝のムードとかで言うと分かりやすいかもしれないですけど、それがちょうど三役ですね。今回は11人で、本当は40人ぐらいもっと出るのかな、出るんですけども11人でやってるんですよ。だから1人も何役も、まあ1人3役やってますけども3役は少ないわけです。あ、そうですね、そうなんですね。私は1役なんですけども、私が変わっちゃうときっと話が分かりにくくなるっていうことがあったんでしょうけども、他の人は福井貴一さんは何役もやってるんだろうね、もう自分で数えたくないって言ってますけどすごいやってますね、10近く、あ、スイフとか入れたらやってるかもしれないですね。そういう作り方をしていただいているので、そこがまた面白いところかなと思いますね。もう本当に狂って回ると別の人みたいな感じの
作り方ですね。福井さんが一番多くやってます。他の人もあの主な役の他に海賊とか、そうですね、たくさんあの、生まれてたんですけど、すごい船乗りとか、はい、であのこうお店の人とかいろんな出てくるもんですけどね、そういうのをみんな手分けしてやってるんで、すごい数なんですね。じゃあ皆さんが出ずっぱりというか、そうですね、それがまあ分からなくなると困るんですけどね、今何見てる方がな、これは何の役なのって分からなくなると困るんですけども、今は何も変えずに稽古着でやってるんで、時々僕は分かんなくなるんですけど、 今何の役だっけ本番の時はちょっとだけ変えるんで、瞬間にして、だから役が分からなくなることはないと思うんですけども、その分楽しめるかなと思いますね。ありがとうございます。なんか今回ちょっと激しいダンスシーンがあるっていうふうにちょっとお聞きしてるんですけど富山さんお聞きしたいんですが、それはどのようにこう盛り込んでいこうとされてるのか。台本の中に一応書いてあるんですけどね、それでなんかそのなんかこう嫁取りに来た騎士、嫁取りに来たっていうか、まあ要するに恋を従事させようと思って集まってきた騎士たちがその踊って、その要するにあの女性の心を射止めるための一つのこうあの大事な要素だったりするんで、うん、でまあネタバレですけど加藤さんが一番になるっていうあたりで格闘技をしてその踊る技術とかみたいな、その踊り心が一番なんか、うん、早々してるみたいなやつで、激しいっていうか今特訓中なんで、あの人種は激しいんですけど、うん、今珍しくシェイクスピアの中にはこのダンス踊りって書いてあるんですよね、うん、台本にここでは武人の踊りがあるって書いてある、うん、で、あの忍さんのシーンでは歌えって書いてあって、あのしかも、うん、あのものすごい綺麗な歌声だって書いてあって、やりどうやってやるんですかって感じなんですけども本当に天女の歌声みたいに書いてあるのでどうしたらいいんだろうって感じですけどまあ無責任書きますよね、シェイクスピアと。だから歌うシーンもあるんですよ、うん、結構そのもともとシェイクスピアの原作に忠実にというか、あまりそうですね、まあ知らずというか忠実に、かつその今のそれぞれの方がやられてた演じの色とかを出しつつ作っていかれてるっていう感じなんですかね、うん、そうですね、まあ歌と踊りをあのカットするわけにいかない、サービスですからね、あこれも大事なサービスだからカットするわけにいかないんで、あの篠山さんも自分でずっと何度もコンサートをやってる方なんで、歌はもうね、あのお金を、ね、お金を取ってやってるんで、あの全然大丈夫ですけど。ちょっと篠山さんの、その、はい、お歌のことをちょっと聞きたいんですけど、はい、シェイクスピアのそのお姫様の時に歌われたというか、どういったあの普段歌われるのとはまた違う心境というか、そうですね、なんかやっぱロマンティックなシェイクスピアだけのロマンティックな気持ちにひときわなったり。曲は宇山さんが決めてくださって、うん、で歌詞は宇山さんがつけてくださったんです。あ、そうなんですか、全く新しくっていう、まあ、なんかネタっぽいもあったんですけど、あ、まあ、曲が引っ張ってきた曲が比較的、まあ、ギリシャの民謡っぽいなんですけど、あのそんなに古いあれでもないんで、っていうか昔とあんまりメロディー変わってないんじゃないかっていう気がするぐらい、締めになんとかちゃんとあのなんていうかな、古くからの歌みたいな気はするんですけど、でまああのなんていうかそのシェイクスピアの元のテキストの中にはなかったらしいんですけど、後の人がこうここで歌う歌詞はこんなんだろうって付け加えたりみたいな、その松岡さんの本の中に出したりするんで、でちょっと参考にして、ああじゃあオリジナルを、そうですね、本当に宇山さんの作詞は今まで、いやいや、そうだしないんですけど、あのその訳しめいたものとか何か意味合いがあったら何とかっていうのは、たまにやる。じゃあちょっと今はその書くべきというか、いえ書こうと、あの加藤さんが歌う歌は自分がいろんなものを参考にしながら作ろうというふうに思われたってことなんですか。そうなんです、意外と何かそういうのって現場は何ていうか、それでも遅くなっちゃったんですけど、いえあのなんていうの、
そんなのんびりしてらんないし、うん、やっちゃった方が早いっていう面もあるんで、じゃあ本番がそのオリジナルの曲が聴けるっていうのも一つのもう見どころというか、うん、頑張ります、はい、楽しみです。皆さんはもう演出歌歴より音楽歌歴の方がダメ小学校からずっとあの合唱隊に行って、あ、そうだったんですね、慶応の有名な合唱クラブ、うん、慶応大学の、で、あのミュージカルにも出てらっしゃるんですよ。今一番歌わせていただいてるのは加藤さんしのぶさんのコンサートで歌っていただいてるんです。そうだった、息もぴったりな感じですね、うん、そのよく私たちはマイクを使うんですけども、ね、山さんもあのあベルカント賞、本番劇中に上山さんの歌声は前一度ね、カーテンコールで録音したやつを流したんですけども、本当ですか、客出しにこうやって流したんですけども、あのそれもピアノ一本の伴奏でクラシックを歌って、ちょっと聴いてみたいですね。まあ本格的ですよ。あ、本当ですか、はい、もうあと10日ぐらいなんですけども、割合、こうやりたい放題役者がやって出た2週間ぐらい前、あの、1週間ぐらい前をだんだん演出家の山さんがだんだんこう締め始めて、それまではもうやりたい方でバラバラになってくるみたいな、それをグーって締めてきて、で今 あと10日前になって少し形が見えてきたっていうか、でここからはもうこうやっていく方向がもう決まってくるので、役者の体温を上げていくみたいな、一人一人がぐっとこう体温を上げていくみたいな作業をしてベストコンディションで初日を迎えたいなと思います。非常に笑いどころもたくさんあるし、最後は非常に泣けるお芝居なんですよね。親子があの私と私の妻、私の娘が、死んだと思った時にすごく悲しくて、またそれが出会うシーン、生きてたって分かって再会するシーンも非常に泣けるシーンで、笑って泣く泣いていただいて、分かりやすいシェイクスピアですのでね、楽しみに来ていただければいいなと思いますね。ありがとうございます。私は初めてあのシェイクスピアをやらせていただくので、やっぱりいつもと感じが違くて、すごくもうあと1週間で初日と思ってすごく緊張してるんですけども、あの先ほど上間さんもおっしゃってたような、中にすごくいろんな一人の人間の中にこういうとこってあるよねっていうのがいろんな人物を通して描かれてて、なんだか最後はちょっとこうあったかい気持ちになれる不思議な本で、大河ドラマみたいなこう壮大なドラマなんですけども、そういうあったかいものが残る作品になったらいいなと思って頑張ります。ありがとうございます。じゃあ最後に山さんお願いします。あのさっき35周年って、僕は確か5年余りぐらいなんですけど、あのご一緒させていただいているのは、だからこのシェイクスピア不思議なんだけど、あの知らないうちにそこの座組の話になっちゃうんですよ、うん、で今度はやっぱりその加藤さんの地でこれやってるっていうことの、みんなのそれぞれの人間関係みたいななんかハマっていくんで、恐ろしい作家だなというふうに、なんか そういう意味であの温度が上がっていくっていうか、要するに自分の話にもなるんだけど、自分たちの話になっちゃうっていうところで、そういうところでまた客席とこうつながれたりっていうことがあるんで、これ不思議な、特にそのあのペリクリズってちょっとおとぎ話みたいな話ですけど、それだけに。あの1000年とか1万年サイクルで人間のこうあり方って見てんじゃないかっていう、その中にそもそもあの加藤家事務所の35年ってもきっと含まれてんじゃないかなっていう、こう感じで実に不思議にこう重なっていく芝居なんで、その辺がすごく楽しみです。僕自身そうですね、私はもうちょうど35歳になる息子もいるんですけども、息子を見てるとすごい長い年月が経ったなと思うんですけども、私自身はこう毎日こうやって稽古場と舞台でほとんど遊んでるような仕事をしてますんで、こう
時間が経ってくるのがわからないんですよね。あの竜宮城にいるみたいな生活をしているもんですから、息子を見ると玉手箱を開けちゃったみたいな感じで、あもう俺もきっとこれ同じぐらい年取ったに違いないっていう自分でこうあの反面教師でこう思うんですけども、自分はわからないですね本当にね。あの一番楽しい仕事をして、あの一番楽しい時間をずっと過ごしてるんで、本当に35年が自分で信じられないっていう感じですね。もうこの間やった芝居と思ってたのがもう15年ぐらい前だったりするんですよ。これからもじゃあ45年55年と竜宮城に。そうですね、このこういう仕事してる限りずっと遊び続けているようなものですからね。ただ遊ぶっていうのは体力がいるもんですから、楽しく遊ぶためにはすごい体力がいるんですよね。だから子供を見てるといつもすごい体力だなと思うじゃないですか。楽しく遊んでる子供を見ると、滑り台を何十回も登ったりね、ああいうと同じようにこう楽しく遊ぶには体力がいるんで、健康を保って楽しく遊び続けられればいいなと思いますね。初めてやったのが一人芝居、2時間ぐらいの一人芝居で、審判というお芝居で、を2時間半一人っていうと、とにかくセリフを覚えるのは大変で、二人芝居は一人芝居の半分じゃないんですよ。二人でやるとセリフは半分だじゃないですか。だけど半分じゃなくてもっとずっと覚えやすくなるんです二人だと。というのは相手のセリフの中に自分のセリフがヒントがいっぱい隠れてるもんですから、相手がなんか元気とか言ってくると元気だよとかってすぐ答えられるじゃないですか。だから一人芝居だとそれがないから、ずっと一人で思い出していかなきゃいけないから、多分二人芝居の4倍ぐらいかかるんですよね。二人芝居は4分の1ぐらいの体力で済むんですけども、それがすごい大変だったのが非常に思い出に残ってるのと、そこからずっとこう割合社会派風の芝居っていうか喜劇じゃないのをずっとやってきたんですけども、セームタイムネクストイヤーという芝居で、高畑淳子さんと二人芝居で初めてコメディに挑戦して、でコメディの楽しさを知ったのがその芝居だったので、そこも結構ターニングポイントかなと思ってますね。まあもう114本やってますから、だからすごいよ数で聞くとすごいどれがどれってなかなか思い出せないんですけど、ね、ペリクリーズが114本目のプロデュース公演になりますね。なんか今先ほどの小山さんのお話で5年ぐらいのお付き合いだっていうふうにお話しあったんですけど、しのぶさんは、ね、私は長いですね。お芝居始めた場所がこの養成所なので、あ20年経っちゃったんです。経っちゃういつの間にかびっくりします。そうですか、ずっとご一緒にやられてきて、あそうですね、もうもっと入った頃今の私がやっている役なんて想像できず、加藤さんと一緒に踊らせていただいてますし、いや感謝してます。やっぱ同じようにあっという間というか、あっという間ですね、はい、信じられない竜宮城ですね、本当に。いつの間にか老眼になっちゃって。えっ、しょ。最後にそんなことで終わる。そんなことで締める。いやいや。でもそんな風に見えないので全然大丈夫だと思います。人は本当にたくさんの人と出会ってきて、最初はなんで審判をやったかというと、知り合いがいないっていうのと、ギャランティーが払えないっていうので2人芝居か3人芝居をやらなきゃどうしようもなかったんですね。で2人芝居とか探してて、まあ、偶然1人芝居だったんですけども、それぐらい誰にも お払いするギャラがありませんっていうところから始まって、でだんだん2人芝居3人芝居4人芝居ってなっていって、今はもうこれ11人出てくれてますけども、本当にたくさんの人といろんな出会いをして、しかも僕がキャスティングする人はみんなお芝居をこう心から愛している人たちばっかりで、
うん、稽古場がすごい楽しいんですよね。だから中にはまあ、どの職業もそうですけど、やってるうちにね、お仕事になっちゃってしょうがないやるかっていう人も出てくるんですけども、そういう人をキャスティングしないもんですから、本当に子供のように稽古で遊んでくださる人たちばっかりで、その出会いは本当に、まあ、出会いが宝物ですね。